はい、こんにちは。リウハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。今回のテーマは、膝の痛みとか変形性膝関節症というのは、80歳を超えても回復の見込みはあるのかですね。こちらについてお伝えの方をしていきます。でどうしても痛みって、まあ、膝に限らず、他にも腰とか肩とか、もうどっか痛いのは年齢いったら仕方ないもんやって思ってしまいますよね。で、私自身もこういったセルフケアとかいろいろ教えてますけども、これは果たしても80とか超えた年齢の人でも、やって意味があるのかですね。やってその治ってく見込みがあるのかって結構疑問だと思うんですね。なので今回その80歳を超えてもこういったセルフケアとか、あとまあ治療とかですね、まあ受けて膝の痛みとか、あと変形性膝関節症などは解消されるのかですね。もうここをぜひまあ知っていただければなと思います。ではまず結論、80歳を超えても膝の痛みとか変形性膝関節症っていうのは解消されるのかというと、痛みが出てる原因によります。で、この原因が骨である場合、もう例えば膝の関節内が原因の場合っていうのは、ちょっとひどい場合は手術とかが適用になってくるので、これはセルフケアでは適用外になってきます。ただ年齢出てもこういった骨が原因の人って本当実は一握りなんですね。なんか骨とかが影響で痛みがひどく出てると思いがちなんですけども、高齢になってもそういった人っていうのは本当に数パーセントで限られるぐらいです。で、実は年齢いってても痛みの原因っていうのはほとんど筋肉なんですね。で、この筋肉が原因の場合っていうのは、年齢が70、80と高齢になってても回復の見込みっていうのはあります。これはなぜかというと、もう骨っていうのはさすがにもう回復っていうのは不可能なんですね。なので年齢いても関節の中でグッともう骨がくっついて、もうレントゲンとっても影が映るような形にひどいとなったりするんですね。まあそういった場合は本当にもう歩けなくなったり、もう全く膝がもう曲がらない状態になってしまってますので、正直見たらすぐ判断できます。そういった場合はもう手術とか外科的処置になってくるんですけども、筋肉っていうのは実は骨と違って、もういくつになってもちゃんとしてあげれば応えてくれる体の組織なんですね。実際に年齢がいくらいってても、例えば筋トレをしたりとか運動量を増やしたりとか、あとストレッチしたりすることによって筋力が上がったり柔軟性が高まるっていうのが実際分かってるんですね。なので高齢になっててもほとんどの場合で筋肉による痛みの影響の方が多いので、回復する見込みっていうのは多いにあります。ただここでちょっと壁になってくるのが、まず年齢がいってることによって本人の意欲が低下してるっていう部分と、あと筋肉っていうのは積み重ねた結果になるので、要は悪いような動きとか、あともう年齢どうしてもじーっとする時間が長くなるので、それで固まってしまった筋肉をそっからさらに柔らかくしたりとかですね、あと筋肉をつけるっていうのはどうしてもその期間がかかってしまいます。なので回復はできるんですけども、その人の状況によってやっぱり回復できるスピードっていうのが違ってきます。特に年齢いくとどうしてもその動かすってことに億劫になってしまうので、やっぱりその辺はもうご自宅でされるならば家族の方のサポートがあったりとかですね、ちょっともう私がお伝えしてるような動画のセルフケア、テニスボール、膝のちょっと曲げ伸ばしができないならテニスボールちょっとほぐしてあげたりとか、軽く動かしてあげたりとか、そういったマッサージをしてあげるとか、あとよっぽど関節の動きっていうのがなくなっている場合は、その手を添えてあげてちょっと曲げ伸ばしをしてあげるとか、あと筋肉もいきなり痛めてる状態でもう立って無理に歩くと余計に悪化することがあるので、最初はベッド上で曲げ伸ばしの運動とかですね、あともし行けたらプールでちょっと歩くとか、プールっていうのは体重がかからないので膝の筋肉を変に硬くせずに運動して、逆に筋肉を柔らかくすることができるので、そういったプールとか、あと難しいかもしれないですけども自転車っていうのが一番いいです。自転車っていうのはやっぱり体重かからずに関節運動ができるので、やっぱり膝の痛みにはかなり有効になってくるんですね。あと運動もしながらもやっぱり筋肉を保つためにはタンパク質をしっかり摂る必要があるので、やっぱり大豆とか、あとお肉とかお魚とかですね、そういったものをなるべくしっかり摂る。でもそのタンパク質が胃腸が弱で取れない場合は、もう私自身はプロテイン飲んででもタンパク質は補給した方がいいと思ってます。なぜかというと筋力落ちるのって運動しないのももちろん要因あるんですけども、タンパク質の量が不足した方がやっぱ筋力って落ちてしまうんですね。なので高齢の方でちょっと症状がだいぶひどくなってて、もう自分でやる意欲がなくなっている場合っていうのは、まあ、家族の方のサポートをしながらちゃんとセルフケアをしてあげるとかですね、関節をこう補助的に動かしてあげるとか、
あと負荷のかかりにくいベッドの上での曲げ伸ばしとか、あとプールとか自転車を漕ぐとか、そういったまあジムですね、ジムなどに行ってちょっとサポートしながらやるとか、あと筋力がちょっと落ちないようにタンパク質をしっかり補給しとく、こういったことがまあ年配の方には重要になってきます。だからもうそれでも無理って場合は治療院、こういった治療院とか整骨院とかに頼ってもう通院しながらもうその先生にやってもらうってことを続けてやった方がいいです。そうやってプロの方に頼りながらそのしっかりと筋肉を柔らかくするとか関節を動かすとかですね、そういったことをしっかり繰り返すことによって筋肉っていうのは年齢っていうのもちゃんと応えてくれて回復につながってきます。なのでちょっともう高齢になるともう無理なのかなって諦めてしまいがちになるんですけども、筋肉が原因の場合ではちゃんと応えてくれますので、ぜひもうそういったリハビリっていうのは根気よくやっていただいて、もう80歳になっても動ける膝ですね、膝の痛みがなくちゃんと運動できるような状態っていうのを目指していただければなと思います。ではこの動画が参考になったという方はグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。